北極振動の模式図。北極振動指数が、負の時は、Z 気流が大きく蛇行し、中緯度では東西に暖気と寒気が交互に並ぶ。正の時は、Z 気流は大上に流れる。1950年から2009年の北極振動指数の推移北極振動とは、北極と北半球中緯度地域の気圧が相反して変動する現象のことである。 テレコネクションの一種で、気温や上空のジェット気流流路等にも変化をもたらす。陶器に、この振動の幅が大きくなると、北半球の高緯度、中緯度地域で寒波や、それに伴う大雪、異常高温が起きる。1998年に、デビッド・トンプソンとジョン・ウォーレスによって提唱された。彼らは、北半球の海面気圧の月平均の平年からの、 偏差を主成分分析して、第一主成分として、このような変動が取り出されることを提唱した。この変動は陶器に顕著に現れ、日本など中緯度の気候と強く関連するため、赤道側のエルニーニョ現象と並び近年、注目されている。南半球においても、南極と南半球中緯度の気圧が逆の傾向で変動する現象が見つかっている。 北極の気圧が平年よりも高い時には中緯度の気圧は平年よりも低くなる。主成分分析の結果得られる。この偏差の程度を表す値を北極振動指数という。北極振動指数は政府の値により表される。正の時は北極と北半球中緯度の気圧差が大きいことを示し、ウォームフェーズと呼ばれているように中、高緯度では、 寒気の流れ込みが弱まって温暖になることが多い。一方、負の時は北極と北半球中緯度の気圧差が小さいことを示し、クールフェーズと呼ばれているように寒気の流れ込みが強まって寒冷になることが多い。変動は複雑で数週間程度から数十年程度までの様々な周期を持つ変動が重なっていると考えられている。九百七十年以降のデータでは、 特に6から15年程度の周期の変動が顕著で、準10年周期振動と呼ばれている。北極振動発見以前から知られている北、大西洋振動と北極振動の指数の符号はよく一致しているため、同一の現象として扱う場合もある。また、環状構造に注目して、北半球環状モードと呼ばれることもある。なおこの現象は、地上付近だけでなく、 生臓圏にまで及ぶ大規模な現象である。北極振動指数が、正の時は北極と中緯度の気圧差が大きくなり、その結果極を取り巻く艦隊ジェット気流が強くなる。この結果、極からの寒気の南化が抑えられ、ユーラシア大陸北部、アメリカ大陸北部を中心に平年より気温が高くなる傾向があり、日本でも暖冬となる。逆に、 北極振動指数が負の時は Z 気流が弱くなるため局からの寒気の南下が活発となり平年より気温が低めとなる。特に北極振動指数が負を示した2006年冬は日本でも寒冬となり日本海側に記録的豪雪をもたらした平成18年豪雪の原因になったとされている。このように北極振動は北半球の冬季の気候に 大きな影響を持っていると考えられている。また冬の気温の変化によって、海氷や積雪の量が変化することにより、中緯度の夏季の低気圧や高気圧の症状に影響し、夏季の気候にも影響を与えていることも指摘されている。日本付近では、前の冬に北極振動指数が正であると、オホーツク海高気圧の勢力が増し、冷化になるとされている。 北極振動による天候の変化は、アラスカ、カナダ、アメリカ本土中部、北部、ヨーロッパ、ロシア、アリューシャン列島付近に大きな影響力を持っており、特にイギリスや北欧諸国では非常に相関性が高い。日本を含めた東アジア北部にも影響は及んでいるが、影響範囲の変炎にあたるため、エルニーニュなどの影響力が強く、結果的に現れる天候は、 複雑なパターンとなる。2005年12月の日本の寒冬に関しても、北極振動の値自体はそれほど大きくないため、他の要因によるところが大きいとされている。2009年から2010年にかけての冬は、南東部を除くヨーロッパの広範囲やユーラシア、中央部、南部を中心としたアメリカで低温、カナダ東部で高温となった。 ワシントン DC で2月中旬に110年ぶりの大雪、フロリダ州でも氷点下を記録する異常低温となったほか、イギリスでも30年ぶりの低温や大雪となった。この主原因は北極振動が近年稀に見る負の変動に触れたことと考えられている。1980年以降では最も強い負の北極振動が発生した影響で、 北半球高緯度の各地に寒波や大雪がもたらされた。この影響は日本にも及んだが、シベリア高気圧の張り出しが弱かったこと、エルニーニョ現象の影響で全般的に高温となったことから、寒波は一時的なものであった。この振動の原因としては、秋にカナダで発生した成層圏突然消音などがきっかけとなった可能性が指摘されている。 2012から2013年の冬は日本で暖冬になりやすいとされるエルニーニョ現象が起こっていたにもかかわらず寒冬になった。これも北極振動が負に働いていたことが一つの要因と見られている。北極振動より以前から知られている南方振動が海面水温の変動であるエルニーニョ現象と強く関連しているのに対して北極振動への海面水温の影響は 今のところはっきりしていない。しかし、大気内部の減少は通常数ヶ月程度しか続かないため、1十年振動のような長期の変動は大気内部だけの減少とは考えにくく海洋の影響はあるものと考えられている。北極振動が始まる原因は現時点でははっきりしておらず、北極振動自体も一つの物理的現象なのか、なおや太平洋、 北米パターンなど複数の振動が重なり合って統計的に取り出された見かけ上のものなのかについても研究途上である。北極振動が変化する要因の一つとして太陽活動との関連が知られる。また、太陽活動は成層圏、順二年周期振動との関連も指摘されている。これら太陽活動と気候変動の関係を調べる研究は徐々に認知されてきており、 北極振動における冷気因子の解明の鍵となる可能性もある。1980年頃から北極振動指数は正の値を示すことが多くなっているが、これについては地球温暖化との関連が考えられている。特に北半球の気温の長期変化傾向は正の北極振動の時の気温パターンとほぼ一致するため、近年の北半球の気温上昇の大部分が 北極振動のパターン変化の影響を受けているのではないかと見られている。ありがとうございます。